皆様ご苦労様でございます。新世界の横澤一です。議長のお許しをいただきましたので9月議会の一般質問をさせていただきます。本日はロマン大学の生徒の皆さんも見学に来ていただいたということで本会議、見学にいただいたことに対して本当に感謝を申し上げたいと思います。今年の気候は梅雨の時期は雨が降らず気象庁の梅雨明け宣言がされたと同時に天候が悪くなり日照不足と雨による農作物の生育遅れや品質低下による出荷量の減少など農家の皆様のご苦労は大変だったと思います。それでは平成28年度一般会計歳入歳出の決算状況についてお尋ねをいたします。平成28年度決算の歳入の自主財源についてお聞きをいたします。比較的安定的な財源であります資税につきましては一般会計の 35.7% を占める重要な財源です。その中で現年度課税分において平成27年度に比べた個人市民税固定資産税は2億7500万円余の増ですが一方法人市民税は昨年の6億4900万円余の減に続き本年も8600万円余の減とのことであります。また平成28年度分の納付分について1億6470万円余の市税還付も発生し本年度予算で専決処分も行われました。そのようなことから法人市民税は景気動向に左右される要因もあるでしょうが今後もこの傾向は続くのでしょうか。次に投資的経費が前年度と比較すると4億円弱減っていると思います。その原因は大型事業が一段落したとの説明になっておりますが投資的経費を減らしすぎと思いますがどうでしょうか。特に土木費におきましては10年前に比べますと約 23% も減っておりまして高度成長期に整備した道路、橋梁等公共工事は老朽化、耐震化が急務であると思いますがいかがでしょうか。次に交際費負担比率についてお聞きをいたします。調査費は長期にわたり使用する財産を現役世代だけで分担するのではなく将来世代にも負担をしてもらうように調査費を発行し世代間の負担の公平性を担保する制度であります。しかしながら調査費の発行が大きくなると一般財源の使途が硬直化することになり他の施策に振り分ける財源が窮屈になります。平成28年度の決算状況では交際費負担比率が 15.5% になっており今後も大型事業も計画されておりますが地方債の借り入れの推移とこの指標は今後どのように行うことで改善されるのでしょうか。次に経常収支比率につきましては人件費、扶助費、交際費等の義務的経費が大きくなると比率が上がり財政構造の弾力性を判断する指標でありますが 91.7% で県下19省の中で下から3番目でよくありません。財政が硬直化していると思われます。特に扶助費の増加の見込みと経常収支比率の改善に向けどのような対応を具体的に考えているのかをお聞きをいたします。次に2番安全安心な暮らしを守る施策についての中で特殊詐欺の被害防止についてお聞きをいたします。最近の新聞では本年1月から6月の特殊詐欺の振込詐欺、オレオレ詐欺、還付金詐欺、異性との交際斡旋詐欺の振込詐欺、オレオレ等の詐欺によります全国の被害総額は約186億円余に上り、被害者のうち65歳以上の方が7割を占めていると報道されておりましたが、昨年に比べますと減ってはいると言いますが、依然多い
被害額とのことであります。そこで市内で道ホーム線等で特殊詐欺に注意を促す放送が最近特に多いと思いますが、本市における被害の状況とその対策についてどのように行っているのかをお聞きをいたしたいと思います。2番、地域振興バスの利用において、お聞きをいたします。地域振興バスは平成11年の試行運行開始以来順調に運行され、市民の皆様、中でも特に高齢者の皆さんの足として利用をされております。しかしながら地域振興バスの年間の利用者はここに来て年々減少しております。振興バスの主な利用者は60代から80代の高齢者であると予測する中で、来年の4月にはダイヤ改正等が予定されております。地域振興バスのホームページでは、本年、実施したバス利用者の皆様のアンケート結果も載っておりましたが、ぜひ改正により利用率の改善と高齢化社会で市民の足を守るためどんなことを検討しているのかをお聞きをいたしたいと思います。3番、太陽光パネル事業の山林開発に規制を。自然エネルギーの活用の中で太陽光発電は大変大事な施策であることは理解をしております。 3.11 災害以降、原子力発電の一部を補完する電気エネルギー確保手段として積極的に取り組まれております。しかし最近ではパネルが増えてしまい、信州塩尻の自然の特徴ではあります景観にも影響するのではとよく言われます。特に市内に山林の木を伐採し太陽光パネルを設置したり、地形を大きく変え設置をするのではと思われる造成も見受けられます。心配になるのは今年の梅雨時期の九州北部豪雨をはじめ全国各地で発生した降雨災害です。地質や勾配等は異なりますが、最近は短時間に大量の雨が集中して降るため工事が心配です。それは現在太陽光設置事業は法の上からは建築物の対象物から外れており、有効にチェックする方法がない等とのことであるからです。これらの現地を見たとき、都市計画法の開発行為や森林法等でチェック体制の対象外とはいえ、安全安心の目線でこのままで良いのかお聞きをいたしたいと思います。3番、塩嶺トンネル掘削に伴う原価水について。当時国鉄の事業として塩尻駅から岡駅へ短絡するため塩嶺トンネルが掘削されておりましたが、昭和50年6月当時の国鉄塩嶺トンネル掘削中に毎分20トンから40トンが出水し、トンネル直上部の北尾の活力では地下水の低下が始まり、やがて北尾の全地域や塩尻東地区の一部にも拡大しました。特に活路をはじめこれまでこんこんと湧き出ていた水源であります水道や灌漑用水にも利用されていた水源も完全に枯渇し、市民の不安は大変なものでした。異常取水時から塩尻市が中心になり、国鉄の全責任においてこの対策を実施していただきました。その後農業用水原価水の応急対策として施設のポンプ等の維持管理費を含め国鉄から保証費を受けた5億1200万円の保証金を原資とする塩尻市国鉄塩嶺水道原価水対策農業用施設管理特別会計として塩尻市に管理をしていただいておりましたが、諸般の事情により平成12年3月の30日に特別会計を一般会計に統合されました。統合時将来までの地域の農業用水の確約をいただいて今日に至っていると理解しておりますが、しかしながらこの施設は建設後約40年経過し老朽化してきております。今年のような降雨量の少ない年には
加害用水確保が心配です。そこで特別会計を一般会計に統合するにあたり、当時塩尻東土地改良区北尾野地区水利組合協議会と塩尻市長が覚書を締結したと思いますが、その時の覚書の主なポイントを述べていただけませんでしょうか。4番、松食い虫対策については議会の中でもこれまでも多くの議員からこのことについて質問もありました。これまで松食い虫の大きな被害が発生した自治体もそれぞれいろいろな対策をこれまでやってきたと思われますが、結局大きな被害となっております。これは初期の対応にも原因があったのではないでしょうか。もう塩尻境の松本市の中山地区や赤城地区では松は赤く枯れ、特に目立つようになってきております。松食い虫の対策はこれまで塩尻市は調査員に監視をしていただきながら、枯れた松があれば市に報告し検体検査をしておりました。3年ほど前からところどころで検体検査で発生が確認され、市民の皆さんの心配事であります。これまで対策として松食い虫被害木の調査のほかは被害木の伐倒駆除、樹木薬剤注入等が行っておりますが、このままでいくと塩尻市のこれまでの対策では先ほどの自治体のようになることは明らかだと思います。現在完全な防止対策は難しいようですが、ここまで進んでくれば躊躇してはおられないと思います。今議会に松食い虫マダラカミキリの活動範囲を計画的に伐採し緩衝帯を作る補正予算も組まれました。評価したいと思います。しかしながら松食い虫の被害のスピードに間に合うでしょうか。そこで市内の松食い虫被害状況と市内の松食い虫の抜本対策計画ができているのかをお聞きをしたいと思います。5番、寮の診療所に併設される特別養護老人ホーム等についてお聞きをいたします。 JA 長野厚生連富士見高原医療福祉センターでは寮の診療所に併設する形で進められております地域密着型小規模特別養護老人ホーム29所、小規模介護保健施設29所、入所型施設のほかは通所リハビリテーションも1日20人を受け入れていただく施設であり、現在建設工事が進められ来年の4月に開所が予定されております。施設の中で小規模特別養護老人ホーム地域密着型の施設は施設場所の辰野町に上州がある方のみが使用できる施設となりますが、塩尻市から事業所の指定を行うことで塩尻市民の皆様が利用することができるとのことです。現在入所できる人数を何人と見込んでいるのかをお聞きをいたします。以上で1回目の質問を終わります。